恐怖性ウイルス攻撃はもう通用しねえぜ、おっさん。ボルト、油断しない、行くよ。ハサミ撃ちか。待ってろよ七代目、何をしてでも。あいつ父ちゃんを。ウイルスを封じられるとは正直驚いたが、神に選ばれた人間だ。落ち着き。チャクラがほとんど残っておらんのか。よし、十分だ。ボルト、螺旋丸。こいつのガーマはまだ未完成じゃ。ガシンコジの野郎。瞳の少年。バルト。あれ、ミツキ。覚えていないのか、カーマ。想像以上に危険な代物みたいだね。まだ起きないのかよ。このまま眠ったままってことはないよね、パパ。早く起きて。ナルト君、パパ。やっとお目覚めかよ。おせえっつーの。お前らもあの場所に。カワキとサラダは治療中だけど大丈夫だ。カワキにも知らせてくれ。サスケ君、ここにいたのね。ナルトも意識が戻ったそうよ。血中のナノマシンが拒否反応を起こしているかもしれません。慢性的な筋肉の痛みも続くでしょう。せめて痛みが和らげばと思って。んなもん感覚が鈍るだけだろ。構うことねえよ。どうせそう簡単に死にはしねえ作りになってんだ。カワキ、父ちゃんが目覚ましたぞ。父ちゃん。これで揃ったみてえだな。事情を聞くために集まってもらったんだ。いや、気にすんな。一刻を争う事態だ。その証拠に奴は十尾を飼っていた。いたのは時空の向こう側だ。無理もない。座標を書き換えられてしまったのかもしれないね。俺たちが戦ったのはボロってやつだった。サラダが千鳥で仕留めてくれなきゃ。さすがにヤバかったぜ。千鳥を。そのボロが言ってたんだけど。するとどうなると思う。何を言っているの。するとそいつらは奇跡が起きたと思い込むわけだ。ウイルスを使う忍術とは忍術じゃねえ。この俺も含めてカラの奴らは全員アマドって科学者に体を改造されてるからな。あと一人、コードってやつだ。いつも薄ら笑いを浮かべた不気味なやつってこと以外はな。どうして自分が器と呼ばれてるのかも知らねえってのか。知らねえもんは知らねえよ。器ってのはお前の他にもいるのか。アマドの実験の途中でほとんど死んじまったからな。そこまでにしろ、しかまる。すまねえ。とにかくみんなが無事で何よりだ。まあ最後の方はなんかぼんやりしてて。時間よ、カワキ君とサラダは病室に戻って。厳しいな、さくらちゃんは。じゃあね、後でまた検査に来るから。お、ボルト。ん？ちょっといいか。お前本当に覚えてねえみてえだな。カーマがお前の全身に広がって俺みたいにな。嘘だろ。俺もだ。次元が俺のところに来た時、俺の額にもあいつを倒さない限り。そういうことか。そして自覚性、その運命、しかと噛みしめて歩むが人の声。ボルトが確かか。頭には角みたいなのが生えて、あと右目が白眼になってた。信じられないような強さだった。さっきは言い出しにくい雰囲気だったから、まずはパパに相談しようと思って。常日頃から彼のことをずっと見ている僕じゃなくても、モモシキの意志がカーマの中に今も存在していて。パパ、あい
つ大丈夫なのかな。ボルト本人に自覚症状がないのが心配です。やつ自身が復活を遂げるためのものだとすれば合点がいく。普通に考えたらカワキにカーマを与えた張本人。おお、いたいた。やっほー。ちげえよ、どうしてこんなところに。うおー、たい焼き。お前にじゃねえよ、入院してねえだろ。たい焼き好物なんだろ。だったら見舞いくらいしてやってもいいかなと思ってよ。ま、そういうことなんで遠慮なく食べちゃったよ。ほらよ。なんだこりゃ、くそうめさて、じゃあそろそろやります。おお、カワキもやろうぜ。おお、カワキくんはまだ安静にしていないとダメなんですからね。院長、怖えな。ガキ、またな。